CGN テレビをご覧の皆さん、こんにちは。7月29日水曜日のキューティーの分かち合いをしたいと思います。本日のタイトルは、主人を捨てて他国のしもべとなる。聖書の箇所は第二列王記の24章8節から20節です。今日このところで、どんどんこの北イスラエルという国が滅びに向かっている、その段階的に崩壊していく、その姿を見ることができます。彼らは本当にいろいろなこの困難の中にあって、何に頼り、そして何を考えたのか、聖書からそのことを少し紐解きながら、私たちがこのことから何を学び、また主に頼っていけるのかということを学んでいきたいと思います。列王記第2、24章8節から20節。エホヤキンは18歳で王となり、エルサレムで3ヶ月間王であった。彼の母の名はネフシュタといい、エルサレムの出のエルナタンの娘であった。彼はすべて先祖たちがした通り、主の目の前に悪を行った。その頃、バビロンの王ネブカデネザルの家来たちがエルサレムに攻め上り、町は包囲された。バビロンの王ネブカデネザルが町にやってきたときに、家来たちは町を包囲していた。ユダの王エホヤキンは、その母や家来たちや高官たち、宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を捕虜にした。これは、ネブカデネザルの治世の第8年であった。彼は主の宮の財宝と王宮の財宝をことごとく運び出し、イスラエルの王ソロモンが作った主の本堂の中のすべての金の用具を断ち切った。主の告げられた通りであった。彼はエルサレムのすべて、つまりすべての高官、すべての有力者1万人、それに職人や鍛冶屋も皆捕囚として捕らえ移した。貧しい民衆の他は残されなかった。彼はさらにエホヤキンをバビロンへ引いていき、王の母、王の妻たち、その宦官たち、この国の主だった人々を捕囚としてエルサレムからバビロンへ連れて行った。バビロンの王はすべての兵士7000人、職人と鍛冶屋1000人、勇敢な戦士をすべて捕囚としてバビロンへ連れて行った。バビロンの王はエホヤキンの王子マタヌヤをエホヤキンの代わりに王とし、その名をゼデキヤと改めさせた。ゼデキヤは21歳で王となり、エルサレムで11年間王であった。彼の母の名はハムタルといい、リブナの出のエレミアの娘であった。彼はすべてエホヤキムがしたように、主の目の前に悪を行った。エルサレムとユダにこのようなことが起こったのは、主の怒りによるもので、ついに主は彼らを見前から投げ捨てられたのである。その後、ゼデキヤはバビロンの王に反逆した。それでは本文の恵みに、共に預かりたいと思います。今日ここで出てくる登場人物が何人かいるんですけれども、その中で、まず出てくる王様はエホヤキンという王様が出てきます。
まあ、若くして王様、18歳で王様となるわけですけれども、この王様が王様であったのはたった3ヶ月だったんですね。まあ、非常にまあかわいそうなこの王様だったかなっていうふうに思うんですけれども、しかしですね、かわいそうとも言っていられないのが、その彼がしたことは、まあ、9節に書いてある通りに、主の目の前に悪を行った。つまり、神には頼らずに偶像礼拝をしたということだと思うんですね。で、その時に何が起こったか、なぜたった3ヶ月だったかっていうと、まあ、10節以下に、まあ、バビロンの王、ネブカデネザルの家来がエルサレムに入ってきて町は包囲されたわけなんですね。そして11節、バビロンのネブカデネザルが、ま、町にやってきた時に、家来たちは町をこう包囲していて、そしてユダの王エホヤキンはその母や、家来たち、高官たち宦官たちと一緒にバビロンの王に降伏したので、バビロンの王は彼を、捕虜にした。これはネブカデネザルの治世の第8年であったと、このようにこう書いてあるわけなんですね。いよいよこのユダの国がどんどん滅びに向かっていく、そのところになっています。そしてこの、まあ、結果このバビロンという国にユダの国は滅ぼされてしまうわけなんですけれども、その時に、まあ、私は思うんですけれども、このバビロンに滅ぼされた、何年にバビロンに滅ぼされたとか、よく年表に書かれたりもしますけれども、実際にもう侵略が始まっていて、崩壊が始まっていたのは、もうこの辺りの時から始まっているだろうなというふうに思うわけなんですね。本当に良い王様、ヨシア王様がいたんですけれども、その王様が戦争で亡くなってしまって、主に倒るという旗振り役がいなくなってしまいました。もうそうすると、次から次へと、もう現実のことに振り回されて、神に頼らなくなり、そして神からの言葉、そして助けを受けることに気づいていなくて、どん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 愚かな政策をしてしまっていくという、その中にあって、この国が滅びていくということなんですね。そしてこのバビロンのこの軍勢が入ってきた時に、もうこの神の宮、神殿のものは全て取り去られてしまいましたよと、それが13節に書いてあります。でもこれは全部主が告げられた通りでしたよということなんですね。そして、まあ、他の優秀な人たちをね、バビロンも頭がいいんですね。優秀な人たちを全部引っこ抜いてしまいました。そして皆バビロンに連れていくっていうことですね。そのことにとって、として何がバビロンにとって有益だったかなと思うと、まあ、そこに民族意識を持った反乱をさせないということですね。能力のある人たちはまた独立心が出てきます。ですから、すべてのこの反逆の芽を摘んでしまってですね、まあ本当に国としてのもう形はもう再興できない、残った人たちは一体どういう人たちかなというと、もうこれは14節にも書かれてあるんですけど、貧しい民衆のほかは残されなかったということなんですね。要するに自分の国のことを考えてみましょう。本当に農民ばかりの置かれていて、お金のない人たちだけ置いておかれて、もう本当に、リーダーシップの取れる人はみんな取られてしまう。一体どうなってしまうんだろう。私たちの国は終わってしまった。もう本当に、ユダの国はまだ終わってはいないんですけれども、ほぼ絶望的な状況に置かれてしまったんだなということをですね、そこで感じることができます。そして最後に、このゼデキヤという、この王様が生まれて、こう新しく王様になるんですか。じゃあこの王様がこの困難困難のその状況の中にあって、やっぱり主だと言って立ち返ったのかと思ってちょっと期待するんですけど、しかしやっぱりこの王様も絶望の中で何をしたかというと、この人は主の前に悪を行ったと19節に書いてあります。非常にまあ残念なことになってしまいます。このゼデキヤはいろいろ今まで神様の声を、実は預言者エレミアという人を通しておそらく聞いていたというふうに考えることができます。まあ、今日の前後の箇所で、まあ、エレミアという人がこの列王記にも出てくるんですけど、そのエレミアとは別で、本当にこの預言者のエレミアが本当にこのゼデキヤに話をかけるということをしたんですね。ですからゼデキヤ王さんも神の言葉をある程度は聞いていたんだろう。しかしその通りには歩まなかったわけなんですね。ですから彼は悪を行ったとなされています。エレミヤはどうだったかって言ったら、これは神の裁きだからバビロンに降伏しなさいということ。でも王様だったら降伏するの嫌ですよね。私でも嫌だと思います。でもそれは神様のことだからと
ということで降伏すればいいんですけど、そうしないので後にここは滅ぼされてしまいます。結局神様の裁きだったので、神様の言うことに聞き従う。でも私は今本当にこの状況が逆境なのに、どうして神様そんなに悪いことを言ってくるの。でも私たちが神様に対する信頼をまず第一にしたら、でもやっぱりその神様の声に聞いていくべきですね。この状況が今悪いわけですけれども、私たちは悪いと悪いことを言い訳にして神様から離れてしまう、そんなことも私たちの、差がとしてあるのかななんていうことも思うんですね。はい、今テロップにも流れたと思います。クエスチョンはこのようなものです。自分を取り巻く環境が悪いとですね、本当に私たちは神様に本当に頼ることを忘れてしまうといいますか、頼らなくなってしまうんじゃないかなって、そのような状況があるわけですね。私たちがよく耳にする言葉として、この困った時の神頼みっていう言葉がありますよね。これ結構悪い意味で言われるわけですよ。困った時しか神様に頼らないっていうね、そういう思いがあります。確かにそれだけだとちょっとまずいんですが、よく結婚式の時に誓いがされますよね。富む時も辞める時もね、一緒に行きましょうという約束をね、夫婦が交わしました。私たちもキリストの花嫁としてですね、キリストと共に歩むんですけれども、やっぱり飛ぶ時も辞める時も一緒に歩みたいと思うわけなんですね。この今日この本文に出てきたこの、ゼデキヤ王さんっていうのはね、ある意味民から結構応援された方だったんじゃないかなっていうことを思います。貧しい民でしたけれども、実はその3代前にね、このエホアーズさんというね王様がいて、このエホアーズさんっていうのは実は民から選ばれたんだけれども、実はそれはこのバビロンの王様がちょっと気に食わなかったんでコンバートしちゃったんですね。その後に出てきたのがエホヤキム、エホヤキンという王様だったんですけど、2人ともやっぱり神様に従うことはしなかったんですね。ですからそこで問題がありましたよ。でもまたですね、そのエホハーズさんのこの兄弟、ゼレキヤっていう方が出てくるんですね。この人はですね、本当にお父様が素晴らしい方です。でもやっぱり神様の言葉に聞き従うことができなかったんですね。彼の立場だと非常にわかる気がします。民を立てれば、頑張って独立しようって言うとですね、多分バビロンに滅ぼされてしまうでしょう。そして神の使者だと言われてたエレミアのこの言葉を聞くならば、もうこれは裁きだからバビロンに降伏しなさいよって言われる。いやー、どっちにしても本当に切羽詰まった、どうしようかなという中において、結局彼は神の言葉には聞き従わずに歩んでいきます。その結果国が滅びていくという結果になりました。私たちはでも本当にこの困難艱難にこの面した時に、本当に神様に頼りたいなと思います。それがたとえ納得のいくようなこの答えではなかったとしたとしてもですね、このイスラエルの民を40年間砂漠で、本当に食べるものも飲むものもないのに、マナを与え、うずらを飛ばし、水を与えて、200万人も300万人もとも言われるような人々が生きながらえるようにした。その神様、困難の中においても本当に守られた。その神様を信じたいと思うんですね。それがたとえ私たちにわからないようなことであっても、それを信じたいと思います。今このテレビを見ながらですね、本当に私の人生はもう詰まってしまった、もう首が回らない、本当に困った、そのような中にある人もいると思います。もう祈って何の役に立つんだ、そういうように思う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、神様は生きておられます。あなたの叫びを聞いておられます。たとえ今納得できなかったとしたとしても、主を見上げ、主を信じて祈りましょう。必ず神様はあなたのことを見ておられます。神様は信じて正しいから、その神様を見上げていきましょう。